吉尾の青春は、告げ吉春による日本の漫画作品。売り込みに失敗収容曲折の後、最終的には1974年、昭和49年11月に、漫画サンデーに3回に分けて掲載された全77ページから、なる告げにしては、珍しい長編作品で、自伝的性格が強い。テレビ東京で、テレビドラマ化され1998年7月13日に、 放送された。36年後、2010年頃の小木久保駅注文もなくコツコツ描き始めた作品で、当日下は将来を心配し、妻の勧めもあり、喫茶店を始める予定で1974年9月に杉並区小木久保に引っ越しているが、その前頃に彼のの宿と共に描き上げた。70ページを超える長編であり、1回での掲載は、 不可能であることを承知しながら発表するつもりもなく描かれた。当時の小木久保は東京メトロ丸の内線の駅を中心とした町で、大梅街道は商業地として賑わっていたが、一歩入ると完成な住宅街で、イブセマスジなど文人やインテリが好んだ町であった。原稿が出来上がった頃に偶然石始順作りから電話が入り、 事情を察した石子が自ら評論家として編集者に、つながりを持っていた双葉社へ売り込んだ。もともと、告げ自身、双葉社へは、カニを描いたり、漫画全集も発刊されており、つながりはあったのだが、石子が間に入る形になった。石子は口を聞いただけで、告げは直接編集者と会ったが、内容が活劇でもないし、地味だなどと言われ断られる。当時すでに、 リアリズムの宿、カレ野の宿を発表した漫画ストーリーは廃刊しており、漫画アクションしか発表の場が残されていない状況だったが、漫画アクションでは、小連れ狼やバロン吉本、モンキーパンチなどが人気があり、編集者も石始順作りの漫画論とは逆方向で、成功していたため、三分割なら採用するけど、などと遠回しに断られる。こうした状況で、 もはや漫画で食べていく自信がなくなり、喫茶店開業に気持ちが傾く。小木久ぼへの引っ越し後に、水木しげるに噂を聞いた、漫画サンデーの編集者が、告げの元を訪ねてくる。編集者は三分割にはするが、書き直しは必要ではなく、それぞれに扉いさえ描いてもらえばいいという条件で、元々が依頼されたわけではない作品であることもあり、原稿料は7000円と安く。 足元を見られている。ちなみに、大場電気と金工業所では、二馬車に1ページ1万5千円という、当時としては破格の原稿料を提示された。告げは、あまりの高額に、後々、仕事が来なくなるのではと心配し、自ら申し出て1万円に下げてもらったほどであった。湯河原温泉の宿次元的な作品であり、 かなりの部分は事実であるが、田山先生の奥さんが若い女性と肉体関係があった部分は創作である。しかし、田山先生が旬画を描いて売っていたというのは事実で、副業として小さな子と一緒に自宅で作っていた。またみかん畑のエピソードや描写があるが、事実は全くなかった。エロ写真を破いて捨ててしまうというのも嘘で、実はまだ撮ってあると、 石井隆氏との対談で話している。女中のおよねさんが宿の主人とできているのは真実だった。そのおよねさんにパンツを洗ってもらうシーンがあるが、実際はシャツまでであった。告げ自身、私、小説風を装うことで、事実とフィクションを混同され、作者像も誤解され、正体不明になってしまえたらと、そんな風に考えていた、湯河原の旅館での女中との出会いを題材に、 つげはまずこの作品より早く1973年8月に懐かしい人として発表し、女中を刃子として登場させた。しかし、この作品の米子よりも表情が硬く、豊かなエロディシズムの香りがまだなかった。岸士子は池袋百天界の福子にも似ていると指摘している。また岸は、ヤモリはこの作品の幼少編で、つげの心を語る作品として捉えている。 吉尾の青春は、宇野浩二の、軍港行進曲に触発して書かれた。体験をもとにした自伝的な内容だが、ストーリー展開は、宇野浩二の小説をヒントにしている。宇野の、軍港行進曲を初めて読み、どうでもいいような、さまつなことまでを細々書かれた、古風な印象を受けたが、そのスローテンポがのんびりした味わいが、次の目には、むしろ斬新に映り、 この手法で書いてみたいと思い立つなど、この作品との開逅が、吉尾の青春を描く動機となった。このため、描きやすく楽しんで描け、出来上がりにも満足している。作品では、うのの、そうした特徴まで、真似、細部まで省略せず主人公の日常や、家族のこと、田山先生のことまでをはしょらず丁寧に描いた。自分自身の人生を記録しようという意図は、 一切なく、むしろ自分自身に関する話なので、照れくさ,さもあり、宇野浩二風の軽く、ユーモラスな作風とした。作中で、田山先生の口から、河西善造、坂口安吾、宇の浩二、川崎長太郎などの名が飛び出す場面があるが、次は私、小説を意識しながら書いていた。歌詞本漫画の流行期、若い漫画家つぶよは、一家七人の生活を支えていた。 出版社へ原稿を持ち込んだ際に、先輩の田山先生に出会う。ある日、田山先生の助手として、湯河原温泉の温泉宿を訪れ、宿の女中ヨネコに好意を持つ。帰郷後、東京に、ヨネコが訪ねてき、深い仲になる。しかし、お金の無心をしたことから2ヶ月で振られてしまう。湯河原真ハ公園、今度お進むは、告げ吉春との対談の中で、この作品は、 つげ忠だの昭和 5A 歌のように作者が描き残しておきたいと考えた作品ではないかと問ったところ、つげは、忠夫は僕などに比べたら社会性があり、描き残すという意識が多少はあったかもしれないが、僕にはそういうのはない。社会批判みたいな気持ちもない。惨め正しい話でもないしねと述べている。またゴンドウ発言の作品中でも筆致が最も丁寧だと述べている。ゴンドは、 杉のタッチがいいためたための目をしつこく描いても他の、漫画家のようにうるさく目立つこともないとも評価している。ABCDEFG、杉義春漫画術 ISBN4 から九四八七三五一九一 a b c 杉義春の魅力 P152 騎しむつこ二千一年七月二日、発刊、夏の思い出、杉義春作品集前書き、言葉クデジタル大事線プラスの解説。 よしおの青春、ありがとうございます。